タレント、モデルのリューチェルさんが12日に自殺を図って急死したことが明らかになりました。27歳でした。各報道によると、リューチェルさんは12日17時半頃に個人事務所が入る東京都渋谷区笹塚のマンションで意識不明の状態で倒れているところを発見され、現場で死亡が確認されたとのことです。警察はリューチェルさんが自殺未遂との通報を受けて現場に駆けつけたといい、現場の状況などから自殺した可能性が高いと見ており、詳しい経緯を調べているといいます。そしてリューチェルさんの急死、自殺報道を受けてネット上では、で、びっくりした、お子さんもまだ小さいのに、衝撃、本当に居場所がなかったのかな、少なくとも奥さんと息子さんのところに頼ればよかったのにって思ってしまう、ネットで散々叩かれてたもんね、それが直接の原因とは言わないけど、人それぞれなのに、そんなに親の仇みたいに叩くのか不思議で仕方なかった。正義感で叩くことに何の疑問も持ってなかった人たちは、これを機によく考えてほしい。お子さんとペコさんのことを思うと涙が出てくる。3人の新しい形のご家族の一生懸命に生きている姿が大好きでした。亡くなった理由はわかりませんが、どうか残されたお二人が幸せになれるよう、それだけを強く願ってやみません。リューチェルさんのご冥福を心からお祈りいたします。この人にしかわからない悩みがあって、本音で相談できる人もいなかったんだろうね。普通のことなら言える相談でも、本当の闇って言えないからね。しかも芸能人で注目されていれば逃げ場もないし、ますます本音では話せない、どこに解決を求める、の結果が、死、だったのでしょう。ただ、残された家族、特にお子さんの心には、一生残る傷が残る点では、無責任だと思う、などの声が上がっています。リューチェルさんは2016年12月に、モデル、タレントのペコさんと結婚し、2018年7月11日に第一子となる長男、リンク君が誕生しました。しかし、リューチェルさんは昨年8月にペコさんと離婚、同性愛者であることをカミングアウトし、今後は夫婦ではなく、人生のパートナーとして、新しい家族の形で過ごしていくとしており、実際に二人の関係は良好だったようなのですが、リューチェルさんは離婚後に、ペコさんや子供との関係に言及することが減少。一方で容姿の激変ぶりを、たびたび公開していたことで物議を醸し、離婚を発表してから1年近く、リューチェルさんに対してネット上では多くの批判が寄せられていました。そして11日発売の週刊誌フラッシュは少し気になる情報を伝えており、リューチェルさんは最近になって友人たちとの交流が減少、友人の誕生日会にも出席しなかったといい、仲間たちと縁を切って孤独になっている可能性を指摘していました。また、4月放送の、突然ですが占ってもいいですか?に出演した際には、いろいろなことがあっても、お仕事もいっぱいいただけ、感謝することしかないのに、急に夜になったら明るい曲も全部バラードに聞こえる。マジでもう無理、私なんている意味ないみたいな気分に急になって、寝たら良くなるんですけど、夜暗いし、病んじゃうんですね、と、大きな不安を抱えていることを明かしており、いろいろと悩みを抱えてうつ状態にあったのかもしれません。ペコさんとリンク君がグアム旅行中、それも息子の誕生日の翌日に自殺を図り、精神的にかなり追い詰められていて、衝動的に自殺を図ってしまったのかどうかなど、詳細はわかりませんが、このような形で亡くなってしまったのは、非常に残念でなりません。リューチェルさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。